ドゥイーノは、イタリア共和国フリューリ・ベネツィア・ジュリア州トリエステ県、ドゥイーノ・アウリジーナに属する分離集落。保養地として知られた土地で、詩人リルケは、ドゥイーノ上での滞在から、ドゥイーノの皮歌を書いた。イタリア語、スロベニア語以外では、以下の名を持つ。ドゥイーノ古城近くの半島ダーマビアンカ1950年代まで、ドゥイーノは、主に、スロベニア語が話される村でイタリア語は、 少数派だった。1910年最後のオーストリア国勢調査によれば村民の63.5%はスロベニア人、25.1%はイタリア人だった。1921年のイタリア国勢調査ではスロベニアの民族的特徴が再確認され、スロベニア語話者は78.4%に増加してさえいた。しかし、 トリエステ自由地域の期間中、民族構成は相当変化した。ユーゴスラビアから脱出したイストリアイタリア人がドゥイーノに住み着いた。今日では、ドゥイーノはイタリア語話者が多数であり、スロベニア語は少数である。多くの標識は両言語で書かれ、ドゥイーノ・アウリジーナの観光庁は公式にバイリンガルである。ドゥイーノは物理学者。 ルートビッヒ・ボルツマンが自殺した地として著名であり、詩人リルケが触発されて、ドゥイノの日下を書いた地でもある。また有名なスロベニア語の民族伝承レパビーダが起きた場所でもある。二つのドゥイーノ城が主な観光名所である。古い型の城は11世紀に遡る歴史を持ち、アクイレア大主教座領に属していた。現在は廃墟である。新しいのドゥイノ城は年に、 遡る歴史を持っている。今日でも人が住み旅行者が訪問できる。古代の城の廃墟は海に突出しつた白い岩、ダーマビアンカの上に立っている。ダーマビアンカはベールをかぶった女性に似ており、多くのゴシック伝説の起源となっている。ありがとうございます。